飯を食うためなら盗みも殺しも厭わない家族が多いのだ。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。恐れながら数が足りませんね。お手伝いできることは。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。ああ、いえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っている。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。何者かが押し入ったか。犯人を突き止めねば。薙刀、足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡、逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。騎兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。
手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り、己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。報いを受けさせましょう。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩義の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。また来よう。またお越しくださいませ。太刀を鍛えて差し上げましょうか。堺家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。堺様、素材をお持ちくだされば
喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。これで我らも安全です。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。僧源という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。滅相もない。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神館から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。知らぬ。どうか空腹なんです。お腹を苦しめて。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。見られたか。いいえ、
走り出しました。行くぞ。今の焦るな。隠れましょう。見つかるぞ。あれは古い宿。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるの。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あ奴らが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。熱死が尽きている。長くいたのだな。
子供を殺した褒美か、これきりの金のために。うん、名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。よし、いい子だ。雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞男の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。サダオは悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたの。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞男の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く。心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、
荷車。あれが八郎貞雄の弟だ。何も忘れてないか。俺もどうだ。あったあった。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。今日は散歩日和だな。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。見つかるぞ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒を落としって話だ。持ってきたよ。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。マヌケな男よ。村長の弟だぞ。マヌケに変わらん。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日は文しか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。クタの村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。抗う村人を殺した賊は誰に雇われたと思う。知ってる、サダオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。お前も喋りすぎると賊に襲われるぞ。木こりの家、賊が固めておる。貞雄の親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。ふぬけばかりか。ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。お許しを。
私は何も知りません。佐田尾からの文、八郎が渡したもの、隠れ場は分からぬか。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ひな、貞男の妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。貞男、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。